はい、第一視点、よくら P の各作家の一押しの作品を、ね、少し紹介してますね。こちらは、ね、井上亜美香さんのテンペラ、ね、板にテンペラで書かれた作品なんですが、タイトルはペルソナってなりますね。ペルソナっていうのはね、心理学用語とかで仮面で別の顔ですよね。まあ、例えば男性でもね、お父さんとしての顔とか、まあね、両親がいれば息子としての顔とか、会社での顔とか友達の前の顔とかで、こう同じパーソナルとかでもね、いくつもの顔を持ってるっていうことで、まあ、心理学用語で仮面っていうね、意味でよくペルソナって使いますけれども、こちらもね、猫ちゃんがこう描かれてるんですが、片っぽはちょっと仮面のような猫で、片っぽはね、そのリアルな猫でっていう形ですよね。これね、変わった形、この木をね、こうやって自分でノコギリで、電ノコらしいんですけど、裁断して白いね、下地を作って削って金箔を貼ってまたテンペラで描くっていう、かなりね、作業工程としてはね、すごく大変なんですよね。それをまたね、箱状のね、額にこう自分で組み立てて入れてる形ですね。でサインをね、独特で、昔のね、あのヨーロッパの貴族がローでね、自分のサインとかのハンコをね、押してお手紙に封書したような感じのようなものが、金箔とね、なんでしょうね、知りたいはちょっとわからないですけど、でこうできてて、これがね、彼女のサインという形になってますよね。すごくね、小さいんですけれども、サイズこんな感じですよね。ですが、すごく手の込んだね、作業工程がすごい多い。もう紙用意してガガガって書いて終わりっていう形ではないですよね。もう木買ってきて自分で切ってみたいな形ですよね。なおかつ下地作って箔貼ってってなるとね、別の作業がいっぱいあるっていう形で、そういうのが全部できてから、この克明にね、こうテンペラ、テンペラっていうのはね、卵と粉絵の具を混ぜるんですけど、どうやらね、ラテン系の言葉で粉と卵を混ぜることをテンプラとかテンペラとか言いらしくて、ポルトガルから日本に入ってきたテンプラも卵とね、小麦粉を混ぜて衣を作るのでテンプラっていうらしいですけれども、語源は同じで卵と粉が混ざったものを言うらしいですね。例えばね、オンブとかもね、ポルトガル語ですよね。背負うっていう意味らしいんですけども、意外に日本はね、宣教師の関係でポルトガル語がね、いっぱい入ってきてるんで、ピンからキリまでとかもそうですよね。ピンはね、確か1でね、キリはね、実はね、キリスト教から来て、キリスト教のキリなんですよね。なんでキリスト教、要するに十字架が日本の漢字の十だからですよね。なぜピン、そうか、はポルトガルで、キリは、まあ、キリはキリスト教でクライストなんですけど、十の形かだからって取ってなんのかちょっとよくわかんないですけど、どうも江戸時代あたりに流行り出した言葉らしいですけれども、まあテンペラの、ね、説明から脱線しましたが、井上亜美香さんのね、この一押しの作品はこちらのペルソナという作品でした。